ヒカルさんの LINE が流出して話題になってましたけど、どう思いますかいやー、なんかね、あの、いろいろツイッターとかで流れてきたんで見たんですけど、あのね、これマジで言うと、俺本当に本音を言うと、えっ、ー、とですね、まあ、これみんな言うんですけど、まあ、僕の話じゃないですよ。僕の話じゃないんですけど、えー、これからじゃインフルエンサーになりたい若者の男性処分のために言いますけど、えっ、ー、とね、 実際、そういうふうになんかインスタの DM とかツイッターの DM とかで出会いあるんですかって言うと、まあ、あるはあるんですよ。いや僕もしたことあるんですよ。僕も会ったことあるしバリバリ会ったことあるんですけど、えーとね、これに関しては断言できるんですけど一番インフルエンサーとして出会いがあるのってフォロワーが3万から5万人ぐらいの時なんですよ。マジで。その時はいろんな DM がめっちゃ来ます。はい、可愛い子からも来るし。 はい。まあ変な奴かも来るけど、すげえ来るんですよ。で、10万人を超えてくると、だん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 来なくなってくるんですよ。はい。で、Twitter だと100万人、インスタだと50万人超えたあたりから、もう全く来なくなるんですよ。マジで。なんかお金くださいみたいなのめっちゃ来るけど、可愛い子からの DM が来ねえんだよね。はい。これなんでかなって俺分析したんだけど、やっぱりフォロワー3万5万人ぐらいの時って、送る相手からも、あ、こいつワンチャンいけんじゃねえみたいな。ワンチャンこいつだったらいけんじゃねえって思うっぽいんだよね。 だ、送りやすいんだよ。ただ、なんか、フォロワー100万とか50万超えてくると、ちょっと送りにくいじゃん。あ、これ返事こなそうじゃねみたいな。見てないんじゃねみたいな。まあ、実際あんま見れないんだけど、いっぱい来るから。でも,も、ファンですって人から本当ありがたいのたくさん来るんだけど、そのじゃ可愛い子から来るかっていうと、来なくなるんだよね。すごい不思議なことに。で、まあ、もう一個の選択肢としては自分で送ればいいじゃんと思うかもしれないけど、今度自分で送ったら送ったで、もしさ、 されされたらめんどくせえし、そこまで俺しなくていいかなみたいな。お気に入っちゃってんだよね。そこまでもういいかなみたいな。うん。お気に入っちゃう自分がいるのよ。うん。でも、やっぱ、俺あの、さ、ヒカルさんとか見てすげえなと思ったのは、やっぱあれだけのフォロワーがいても、やっぱ自分から行くじゃん。俺すごいと思う。これ本当に。これ別に、ナチュラルに褒めてるんだけど、やっぱ大体周り見てても、フォロワー増えてくると身動き取れなくなるんだよね。なんとなく。 え、来たのにも変あんま変身できないし、刺されたらどうしようとか。構えちゃう、身構えちゃうんだよ。本当に。弱さなんだよ、それが人間の。そこを躊躇なく超えて、送って、出会えるっていうのは、俺はすげえと思うな。うん。だからこれ、あれちゃんと、あれ見た時に思ったのは、羨ましいなって思いましたね。そんな強靭なメンタルが、俺にも欲しいなって思った。うん。純粋にそう思った。 も、まあ、晒されたら嫌なのって、別にさされてもいいんだけど、なんかめんどくさそうじゃん。そんなリスク背負って、リスクテイクするみたいな。だから、リスクに臆病になっちゃってんだよね。うん。リスク取れる人はすげえわ。はい。そう。そう。いいこと言ったコメント。まだ自己防衛してるのって感じ。そうなのよ。まだ自己防衛してるのって感じなの。本当に。それダメよ。自己防衛は限界を、限界を狭める。はい。だから俺も、 ちやっぱヒカルさんはすげえわそこら辺はやっぱねえあのさすがだねさすが人とは違うね、うん、そう美咲さんはリスクばっか考えてるそうなのよリスクばっか考えてんね俺だからダメなんだよ面白くない俺だからもうそれ直そうと思って今回のあれ見てはいリスクばっか考えてるもうダメよ、はい、ちょっと改善していこうと思います